はい、おはようございます。源です。今日もやっていきましょう。今日はですね、サービスについて話を、してみたいと思います。最近ですね、感じることがありまして、もちろん僕も、普段はサービス提供者として、患者さんとかね、接しているんですけれども、もちろん自分も、お客さんとしてサービスを受けに行く機会が、あるんですね。で、最近ですね、ある程度お金を払ってもちろんサービスを受けに行ってるんですけれども、そのサービスを受けに行った時にですね、若干こう気づいたというか、変わってきたのかなと思うことが一つだけありまして、それはですね、サービスの質自体というよりは、なんだろうな、実際こう、サービスを提供してくれる、お店の方がいて、僕がいて、で、こう直接接してるわけなんですけれども、接している時の態度がですね、なんとなくこう、ちょっと手を抜いているというか、なんだろうな、お店の雰囲気とか、に関わせると、ちょっと落ちたなと、落ちているんじゃないかなと思うことがあります。というのも、お店の雰囲気とかですね、すごく素敵で、で、かつですね、例えばコロナ対策とかも十分されていますし、そういった中で、じゃあ実際にサービス受けるってなった時に、サービス提供者のサービスが、質がね、ちょっと落ちたな、落ちているんじゃないかなと思うことがあります。具体的に言うと、一番言葉遣いですね。全体としては、敬語というか、丁寧な言葉遣いになってるんですけれども、その話の節々にちょっとね、言葉遣いが乱れることがあるんですね。これはそのサービス提供者の、不注意なのか、それともあえてその質を落としているのか、これちょっとわからないんですけれども、そう思うことが最近ですね、ここ数ヶ月ぐらいで、何回もありますね、そういうことが。皆さんいかがでしょうか。皆さん、この動画を、見てくださっている方ももちろん、サービスを普段受けに行くことは、あると思いますし、そういった中でどう感じるかなんだと思います。で、僕もですね、海外に行った時は、もちろんそれこそですね、オーストラリアに一度いたんですけれども、コンビニの店員さんは椅子に座ってスマホをいじってるし、バーの店員さんなんかは一緒に飲み始めちゃったりとか、あとはレストランに行っても、テーブルの上にこう、お客さん帰った後で、お皿が片付いてない状態のテーブルがいくつもあったりとかですね、結構フランクというか、日本で言うとちょっと考えづらい、シーンもたくさんあるんですね。ただ、僕はそれでいいと思っていて、やっぱりこう、日本人らはこうサービスを提供する質が高すぎるというか、サービスを受ける側はね、やっぱ質が高いに越したことはないと思うんですけれども、提供する側もすごい負担ですよね、それって。で、例えば、お店によっても、ありますけれども、例えばこう繁忙期と閑散期ってあると思いますよね。その時に同じ時給か払われているとか、そういった場合は、サービスの質が落ちても仕方ないなって思うことはやっぱありますよ。会社によってルールもありますし、一人にね、こう、忙しい時に時給が一緒だから、じゃあサービスの質を落としてやるみたいなことは、避けた方がいいと思うんですけれども、とは言いつつですね、サービスっていうのはそもそも提供する側がどれぐらいするかっていうのを決めるものだと思うので、サービスを受ける側がこうサービスが質が落ちたとかっていうのは、本末転倒だと思うんですけれども、とはいつですね、サービスを受けに行った機会が、受けに行くことがあるんですが、最近その質が下がってきたんじゃないかなと、思っております。これ自体はすごくいいことじゃないかなと僕は思ってるんですね。というのも、やっぱりこうね、サービスの質が高すぎると提供する側も大変ですし、かといってこう質が上がった分だけ、労働の対価としてね、給料もらえているかというと、それもちょっと考えづらい面もあるので、その分ですね、相対的に質が下がっても、しょうがないんじゃないかなというのが、僕の結論ですね。人それぞれ考えはあると思うんですけれども、もし皆さんが、サービスを受けに行って、質が下がっていると、したら、ちょっと待ってて、あと何分？1分ぐらい。質が下がっているとしたら、それはそれでありなんじゃないかなと、思います。ちょっとね、今、親が来たので、中断しましたけれども。ということで、今日はサービスの質ということで話をしてみました。今日も一日頑張りましょう。さよなら。